こんにちは。こんにちは。突然ですが、妄想の時間です。今ですね、この間のアップデートで追加された、ぎょっさんとぎょっくん、名前は正式か分かんないですが、これをずっと動画で撮りたかったんですが、なかなか出てこなくて、まあ、曜日を結構ちょいちょい回ってたら、今出ました。ちょっとこれをモードル押してみましょう。そして、はい、私とマンミルトンの2人。そうですね。うちのぎょっさんが出た。出社前やろ。うちのぎょっさん。うちのぎょっさんがね、まだ出社前やろ。うちのぎょっさんまだ来てないですね。机の上にはうまい棒と、うまい棒とリニちゃんの写真しかないから。すげえな、あいつ、ね、でけえな。結構大きかったですね、予想以上に。え、これ、はい、落ちんの？わかんないですね。しかもちょっと、試験的なパーティーで、アルミラージの進化版のやつを連れてきたんで、そんな強くないって。あ、でも全然いいじゃん、いけてんじゃん。大丈夫ですかね。ぎょっさん倒しちゃってなんか出ないみたいな。あ、ボスを先に倒した。OK。ゆっくり。ゆっくりゆっくり最後に。なんかぎょっさんの攻撃なんか変やで、それ。ぎょっさんの攻撃弱かったですね。なんか拡散弾右みたいな。これで。落ちない落ちた落ちた、わぁ。すげえ。やった、受信曲ゲット。すげえ。やった、今から私マルチプレイで入れないの、これ入りたいです ね、今週でね、出てきますね。ちなみにこのアーサーはマックスのアーサーをお借りしております。おー、マックスアーサー使ってすっげー落ちましたね。落ちたぞ。なんか出てくる確率も少ないし、それがさらにドロップするかも結構少ないっていうね、話でしたけど、これ最後までちょっと、これ負けたら諦めるんですか。いや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 、オーブ1個使ってでも欲しいです。すげえな。すごいですね。アーサーもやべ。アーサー強っ。あともう一回早くギョッサンを。それちょっとね、倒した方がいいんじゃない。そうですね。次はもうアーサーのストライクショットで。ドバーン。ギョッサンな、はい。ボックスに入ったらちゃんと正式名称わかる。あ、またギョッサン出てきた。え、こんなことってあるんでしょうか。これまた落ちたらやばい。ギョッサンにストライクショット使おうよ、アーサーの。確かに。ちょっとこんなことあんのか。あるんですね。あ、ちょっと運良すぎだろ。ですね。ギョッサンありがとう。あ、じゃあアルミラージのストライクショット使ってみようかな。そしてしかもギョッサンに。ギョッサンになってる。あ、まあ落ちない落ちない。まあもう落ちない。まあ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 。これ落ちたらもう強運でした。なあ、うん、さっきちょっと行ったか。すごいな。すごいですね。それにしてもすごいな、うん、あんなに出なかったギョッサンが唐突に2回連続で、はい、ラッキー。ちょっとストライクショットでとどめよう。土の子みたいな、見えるだけでもなんか相当なレア感が、ね、うんうん、あーさー、すごい、さすがマイナーさん、うん、さすが。よし、さてさて。おお。え、クリア報酬ここに出てくるんですか。まさか。いや、まさかクリア報酬で、あなたこれ。ちょっと。え、まさかの、え、ちょっとこの。あれ、5枚キャンペーンじゃないのに。やった。ラッキー。今から私に入ったほうが。これ周期来てるのかなですかね。あらま、すっげえな。そうですね、こんなことあるんやな、ね、受信曲うまうまでした。ギョッサン、名前見ようよ。名前出てるんでしょうかね。あー、そっか、図鑑ちょっとこの我々ギョッサン言ってた。そうですよね、名前まだね。もしギョッサンじゃなかったら失礼だよ。確かに乗ってってないですね、名前は。ギョッサンいない。まだ図鑑には登録されてないんですね、きっと。やばい、金曜日は金曜日だ。あら、そうですね、出てこない。あれ、いつから。これ、昨日の深夜、寝る前とかに入ってたやつ。そうです、そうです、すごいな、うん、よかった、入ってて。入っててよかった。入っててよかったはい、以上、ギョッサンが初めて出て、しかもドロップしちゃいましたという動画でした。皆さんも挑戦してみてください。クリア報酬でもう一個。もう一個。
し。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで